和骨です。 PC エンジンファンの皆さん、こんばんは。ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは339本目、秘宝伝説クリスの冒険をお送りします。 PC エンジンオリジナルのアクションゲーム、可愛いクリスちゃんをね操作して、父親を救うために、それからその裏にいるね、この悪いやつらをね倒すのが目的でございます。アランプロストさん、4個目さん、スズナさん、6個目さん、7個目さん、ジュネさん、ゴールデンバーグさん、万次郎さん、いらっしゃい。まあ脱いでほしいけど脱ぎませんよ、もちろんね。良い子の PC エンジンですからね。パッケージのこれ漆原さんでね、漆原さんパッケージのね、キャラデクターデザインの素晴らしいパッケージ、黒金さん、13個目さん、14個目さん、いらっしゃい。クリス、赤田大門さん、黒本さん、いらっしゃい。たわしが多分ね、このクリスちゃんもね、なんですか、ボーボーとしたというかね、はい、あの茶色い、これやっぱ髪の毛と同じ色でしょうからね、はい、これクリスちゃんのね、あると思いますけれども、残念ながらね、PC エンジンですから、見ることはできません。28個目さんでした。はい。ひょっとしたら漆原さんのね、画集か何かで、脱いでるかもしれませんけどもね。はい、クリリンさんいらっしゃい。とりあえずクリスちゃんは、ね、正統派です。はい、それでは行きましょう。91年12月13日発売、パックインビデオ CD ロムロム6800円アクションゲーム、一人用でございます。バックアップ等はありません。コンテ回数は確か無限にコンティニューはできたはず。はい、行きましょう。初めて見るソフトです。初めて、これマイナーでしょう ね。そうです、そうです、漆原さんですね、これはね。もうね、もうね、すぐ分かりますね、これはね。はい、この構図といいね、構図といい、この、ね、目といい、26個目さんでした。はい、それでは行きましょう。クリスの冒険、これビジュアルシーンのね、音声がちょっと小さいんですけどね、これはね、意外とこれ面白いです。はい、 RTA も確かしたはずですね、これね。 RTA は記録があったはず。16世紀の中頃、南米に栄えていた、いくつかのインディオ文明が数々のヨーロッパからの遠征軍に征服され滅亡した。その中には文字さえ持たずに巨大国家を形成していたものや、高等な天文知識を持っていた。ライブリッサーの絵師ってことは、ヒロイン全員裸のポスターとかもあるんですか？はね、かかればわかんないです。また知らないところであったかもしれない。ないと思いますけどね。人々が突如として消え去ったような都市の遺跡さえある、うん、生活の文化に比べて、そのアンバランスともいえる様々な技術の発展は、多くの考古学者の研究の的となった。私もそんな学者の一人だ。少しでもこの興味深いインディオたちの文化を、いや古代インディオたちがどのようにして高度な知識を得て、どのように帝国を形成して、どこへ去ったのか知りたいのだ。うるしや、たわしばらさんの兄ちゃんの同人誌なら見かけたことあります。私は地元のインディオさえ恐れ、和骨です。42個目線、あ、いろいろ、そうそう、他のキャラクター脱がしてましたよね。はい、この研究もチュンリーも見た、ついに実りの時が近づいてきたよ。インディオが持っていた水晶は、声ちょっと小さいですね。ボリューム大きくしてください。紛れもなく伝承にある瞳の形をしていた。瞳の形、しかも驚いたことに、その水晶を手に入れた場所は死者の遺跡だというではないか。インディオのガイドさえ近寄らない死者の遺跡のガイドをついに見つけたのだ。ついにお父さん見つけました。はい、我々はすでに死者の遺跡の調査を始めている。お前も手が空いたらこちらで手伝ってくれ。今度の発見は必ずや古代インディオ文明の謎を解明に導くことだろう。愛しい娘、アーノルド・スタイナー。和骨、ナレーションは広森慎吾さん。46個目さんです。手紙が届いてから1週間が過ぎた頃、大使館より連絡があった。はい、父さんとアルトマイヤー博士の行方が分からなくなったと。分からん、ちょっと分かりませんね、説明書書いてないですね。私は死者の遺跡の場所を聞き出すために父さんを案内したガイドを探すことにした。猫、うん、さん、風里敷さん、赤戸大門さん、伊賀さん、ありがとうございます。
そうそう、インディージョーンズ風味ですよ。はい、開発はアーク。もう、まあ、アークさんもパックインビデオといえばアークさんと言ってもいいからですね、もうね。てん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 。あなたが来るのを待っていました。はい、私の名前は今でも通用しそう。あなたが私の宝石を取り戻してくれるのなら、はい、私はあなたに聖なる力を与えましょう。はい、ゲームは全部で8ステージ構成ですね。各ステージは2つに分かれている。後半の最後にはボスキャラがいて倒すとステージクリアですね。オーデータサイトによるとヒロモリさん、ハーノルドとラガシュ役とのこと。ラガシュというと、あ、もうね、皇帝です。皇帝ラガシュ。これラスボスですね。はい、ナレーションとアクションです。ナイフ、それからその他の武器を使って、お父さんをね、救う。それからそのラガシュというのを倒すんですね。一度行ったステージはね、もう一回ね、前のステージ戻ったりもできます。はい、ただ、これバックアップ対応じゃないんでね、バックアップはされません。はい。新しいマスコットじゃない。寿司三昧のポーズじゃないからね。はい、結構ね、タイムリミットがすごい短いんですよね。ラクシを倒すだから早くポン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 いかないと。コイン、コインは、30個集めるとあんなみたいです。30個ではなくて、痛い。はい、これ、玉、青、ね、2個集めると、ね、2個集めるというか、青と赤で、はい、ショット。ね、このショット。赤と、黄色と赤でカッターっていうね、目の前を切る武器。で、青と黄色でブーメラン。この3種類ですね。ショットカッターブーメラン。で、同じパワーアップを取ると、同じ宝石の組み合わせで連続して作ると、パワーアップ2段階パワーアップします。黄色と黒ありません。黄色、それ勇気の印。高さにですよ。このショットが一番なんだかんだいて使いたいようです。ちょっと他の部分もちょっと見てみますか。コーヒー先生、これがヴァンパイアハンターですか。ノーハンター、これただの探検家、お父さんの考古学者の娘ですからね。考古学者の娘でございます。一日が過ぎるの早いですね。もう夜だった。もう3日目の出る。これが仕込まなくてもクリアいけますか。アクションなのかアドベンチャー。これはね、 RTA で37分でしたかね、私の記録。まあ大体38分で頑張ればクリアできる。戦闘できますね、考古学者はね、結構。はい、1の2。パッケージハードベンチャーっぽいけど、どんどん日時が進む。コーヒー。はい。オッケー。黄色だお。はい、ブーメラン、ブーメラン。ブーメラン、まあね、飛ぶからまあ。インディ・ジョーンズの考古学者だし、あとだ、後ろがなんかサイクロプスだね。そうそう、インディ・ジョーンズの考古学者ですかね。大丈夫、100に剣を打ち抜くくらいの腕前があれば君も今すぐ考古学者。考古学者になれる。このステージさん、敵キャラが凝っている和骨です。はい、バーソンさんやね。骸骨派運転してるんですか。骸骨はね、そう、巨大な波動拳が出る。右のハドムの顔ですか。はい、右のはね、ドムの顔じゃないです。あれがタイムですね。ラックスさんの RTA 記録は37分29秒096です。青田はショット、あとまだショットなんじゃないや。はい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 、右下の台が赤くなるとドム声ですね。はい、ゼロゲあるある、父親が考古学者設定、やはり考古学者派。あのデジャモンは考古学者ですよね。あら、帰ってこい。あれ、帰ってきて。あ、帰ってこないの、一回で。帰ってこなかったっけ。あー、無理だわ。帰ってこない。一発勝負だった。帰ってこないじゃない。
考古学者体育会系。あ、俺だよ。75個目。ねえ、前ワンコインクリアできるまでやり込んだんですね。両親不在なら何か都合がいいからね。罠ですね。罠ですね。赤と黄色取ってないよね。勝った。勝った。勝ったはね。勝ったはちょっとね、近距離専用なんでね。やっぱりショットが一番いいんですかね。多分ショットが赤と青のショットですね。樋口勝った。まあ、これパワーアップしたらちょっと 前に広がりますけども、接近戦だと倒せないボスが確かいたよ。遺跡にはスケルトン、その生物がたくさん、わら、たくさんの生物が、はい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 、よかったね。ちょっと前に出ます。よし。はい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 。ちょっと。風強さないですよ。はい。今度は乗れた。よいしょ。よいしょ。これ逃したらダメって思うんじゃないよね。はいはい。ほい、いけ。ミスータスピード速いですね。ミスータスね、スピード速いね、すんごい速いんですよ。結構ね、だから、ね、急ぎ足でいかないと。どのステージもね、ゆっくり行くと割とこうタイムオーバーに、ね、なりますから。おっとっとっと、入れて、あ、痛い、誰か行く。うん。で2、危ない危ない。あと1、ポーズ。ダイハードやったぜ。早く。危なかった。さあ、巨大なボスが待ち構えていますよ。ガイコッツ。これ寝ないで冒険。危ない。あれ、やっぱショットやないとこれ届かないじゃないの。ブーメランでも届ける。ダイハートに。脳みそ小さ。あれ。脳みそ小さ。よし。脳みそがちっちゃい相手でよかった。寝ないの冒険ですね。クリスタルスカル。クリスタルスカル。クリボーを倒しました。父たちのキャンプの近くで一人のインディオの少年が倒れていた、はい、お、倒れていた少年がね。気がついた？怪我はないみたいだけど、どこか痛まない？これは、スカルの怒りを買いますね。心配ないわ、私のキャンプよ。ビジュアルシーンはね、ちょっとね、ウルシバラさんっぽくはないんですけど。このならラスボスだった。かわいい。え？あなた、父さんを知っているの？もしかして、お姉ちゃんがクリスか？よかった、教授から預かり物があるんだ。なんだって？あ、これオープニングに出た。水晶の瞳。つかこれたわしさんなの表紙だけじゃね。イエス。という女の子に渡してくれって頼まれたんだ。あれと同じです。サザンのエンジェルリップスと。死者の遺跡までの道知ってるわね。私をそこまで連れてって。ゲーム中の絵はね、ちょっとね、違うという。でも危険だよ。慣れてるオイラでもあのざまだもんね。カチュアというインディオの子供は父さんを案内したインディオだった。彼が言うには死者の遺跡はインディオでもこの声優さんはかなり危険なところらしい。ただの迷信なのか、それともさあ薄い本にもよくありますね、老子詐欺、わら。あ、確か藤崎さんだった、確かね、はい、あ、よくわかりますね、藤崎さんで。あまりね、知らないけども。おっと、あっと、いきなり先制攻撃。さあ、今度は火山地帯ですね。
ないといけないんだけど。列？お。カッチ、レッツキック。ほい。ほい。ほい。列ですね。桜大戦の本番ですね、木崎さん。あ、桜大戦知らないからわからなかった。BGM が本当にかっこいい。よし。だ、これは動く。おっと、よし。なんか沈みそう。沈んでいく。おじゃる丸のカズマくん。おじゃる丸のカズマくん。顔見たことあると思った。さっきの敵好き、わら。あ、さっきのちょっと湧いてすぐやられたやつですかね。さあ、これを間に合うか。今だ。はい。華麗に、あ、めいて。あ、もう時間切れだって。はやな、躊躇したとこあったっけ。ウテナの安心も淵崎さん。あ、そうかなんか、はい、あそこで上下でちょっとゆっくりちゃったからね。時間切れ早い。ここバックエンドテンポよくいかないと。あー、しまった。テンポよくいこうとして早かったね。ちょっとだからね、これ早いんですよ。時間制限の右下がね、ゼロになったらあれです。あの、今みたいに雷が出てきて死亡します。時間に厳しいです。もう、ね、あそこで待ってたからだ。待ってちゃいけませんね。パッ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 行かないと。あ、またナイフもない。一回コンティニューするときですね。ワープするまではちょっと辛抱。リーチが短いですね。明けゲーの緊張感も味わえます。ほい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 。スタップドッグとか食らって嫌なことでもあったんですかね。で。デイがどんどんね、もう2日目が終わり、終わろうとしている。あーっと、くそパワーアップアイテムが出ないと厳しいな。イラリ、はい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 、短い、リーチが短いから。 BGM がゴルフゲームぽい。あれ、あー、相手しちゃうのダメだろ。これいかん。ゴルフゲーム小鳥じゃなかったかな。小鳥のさえずりとかセミの鳴き声がしそうな。あ、やばい。もう一回待った方がよかったのか。パップしてたらね、そこまでね、難しいとこじゃないんですけど。パップしてないと。に追われる俺たちの気持ちわかるだろ、これでとか思ったんですかね。時間がシビアですね。時間がシビアなんでね、結構最初は大変。慣れたらね、はい。慣れたらそう大したことじゃないですよね。お、よし、しゃがんで、はい、リターン止まって、結構出てる時間長い。はい、けっ、沈んでいく。はい、よし、なんとかギリ間に合った。さあ、後半タイムリミット7 days。 いで、さあ、青、ほい、
ゲームでもね。おっと、やだ、ショット。あー、ようやくこれで、これで安心。なかなかうまいかな。あいた、あー、なんだ、上から降ってきた。まあここはすぐね、敵キャラがパワーアップアイテム出してくれるから。コンティニュー、コンティニューは安心してください。無限でございます。無限コンティニュー、いくらコンティニューしても OK。 無限コンティニューだ、無限コンティニュー大好き。ここが来たかな。駅線で背景の川の流れが印象的。背景の川だから、あ、しまった、あっちだ。あ、しまった、黄色。黄色とオレンジあれだった。ぜひちょっとコウモリの。やろ、コウモリ。あー、でもダメ。黄色タコだ。あー、黄色タコ、これか。黄色タコ、いかん。あー、これ。あ、まあ、あれ、針が出しよった。小さい針だったから。こういう古代文明の世界観好きだわ。相模と聞いてはこっち。はい、約18個目されちゃい、ね。秘宝伝説。高通より早かったんです。早かったのかな、思われるんだけど。よし、やっぱこのショットが一番いいや。飛距離があるからね。そう、はっ、最終防衛システムか。よし、いやー、忘れてた。時間に余裕ありましたね。なんだっけ、あ、コウモリ男だ、コウモリ男。デレッ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 、裸マント、裸マントのとこ、裸マント、裸マント、イーイ、ごめんなさい、ショッカーだ、ショッカー、イーイ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 、弱い、弱いって迫力があったね。ショッカー、変態だ、いい、裸マントの男、いい、いい、怪奇コウモリ男。さあ、ステージ3。アルトマイヤ博士、この世界観、このゲーム好きだわ。確かクリス・スタイナーです。お、ここステレオになってる、左と右で。アーノルド君の父はどうしたんですか。古代皇帝と名乗る男が連れて行ってしまった。教授をインディオの秘宝と引き換えると。なんと、インディオの秘宝、
インディオの秘宝は伝説の水晶の瞳がないと手に入らないのだ。水晶の瞳ならあります。え、本当か？それなら秋山先生も呼びますか？秋山先生ちょっと役に立つないかな。教授を助け出すんだ。あれも秘宝探してますけど、あ、でも数学の知識は結構役に立つかもしれないね、こういうね、高校学でも。実際、特務なんですかね。うん、ただね、声がすごい小さいんですね。まあ、結構ね、CD のゲーム多いですけど、声が小さかったりね、BGM が大きすぎっていうのも。楽しい時間もあっという間。はい、というわけで全部でね、まだまだ続きますよ。全部で8ステージありますからね。慣れたらね、最初は結構ね難しく感じるかもしれませんけど、慣れたらねワンコインクリアも可能な難易度でございますんでね、 RPA もできると思いますんでね、皆さんもぜひともチャレンジしてみてはいかがでしょうかと。はい、秘宝伝説クリスの冒険、秋山先生発行を求める考古学者じゃないんですか。あれはちょっとね、ぜひお買い求めください。パックインなのにこんな名作を。パックイン結構名作多いですよ。名作多いですよ。いろんな名作ですもんね。ビースト三重士とかね、マインスイーパーとか、ベースボーラーとか、はい、たくさん名作ありますんでね、ぜひともゲットしてみてはいかがでしょうか。3,956円から新品まだありますか。20円にて販売中です。はい、持ってる持ってた人は一番ね。あ、持ってた持ってない持ってない持ってる持ってたね。なるほど、失礼しました。あれだ、ベースボーラー、わらわら。ベースボーラーは私はねグラフィックしょぼいけどね、両持ってない持ってない。名作も多いですが、わら、ベースボーラーはね、私はね、ちょっとね、好きなんでね、はい。まあ、システムとかね、グラフィックは、あれですけども。まあ、一番ビースト30しかな、パックインビデオで。すごい、ね。誰にでも勧められるっていうのは。RPG が嫌いな人がいいかもしれないですけど。はい、前回はですね、初日はちょっと少なめの 5.6% でした。今回どうなってますかね、行きましょう。テレ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 デドドンテレ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 デドドンテレ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 デドドンテーン。はい、結果発表。あ、今度パックインビデオのランキングもね、作りましょうね。パックインビデオはソフト一覧は作ってるけど、ランキング形式にはしてなかったよ。お、かなり増えてる。てってー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 。あ、じゃあ RTA がこの2年の間にやりましたかね。はい、 RTA 効果出たのか。じわって 2% あれです、大幅アップ。はい、やり込めばやり込むほど味が出てくる、スルメゲー秘宝伝説クリスの冒険、ぜひともねゲットしてみてはいかがでしょうか。アクションゲームファンの人にねおすすめでございます。明日のマラソン枠は僕です。あの R が帰ってきます。お楽しみに。オツでした。オツでございました。はい、オツでした。オツでした。 R オツでした。はい、オツでした。オツです。オツです。あの究極住人が R。 あ武田信玄の R だな。何かな、オツです。何かな、超人かな、セーラームーンですね。わかります、セーラームーンかな。オツでした。はい、オツでした。